で、ビールを置いて。そう,ね、そうなの。やると楽しい。そうなの。<laughs> そうなの。やったわよ。楽しかったわよ。ええ、ね、やん。もう、なんか。この番組は有料配信であることを隠れ蓑にした。公共性は低く、聞く人を選ぶけど、その人たちの生活に欠かせない。トーク番組です。 ニューワークです。ああ、神谷浩史です。オーケー、ゆるトゥです。なんだよ、ヤング、なんだよ、これ。すぐ出る。ねんけどな。いや。今。六十回目。六十回目ですよ。六十回目で一回も S. R. 出ないって、どういうことですか。そんなことな。お前、ち。ああ、ウルトラ。え、なん、いや、ああ、U. R. が出ない。U. R. 出ない。ああ。なんだろう。せっかく死ぬほど貯めたこの。もったいないな。ああ、また出ない。嘘でしょ、本当。 だっ最初からズラって出るじゃん。時間によるんだ。金にしかなってない。ゴールのやつ出ないね。今日の夜8時頃だったら出るかも。8時？何それ？ちょっと待っとけ。ああもう。ボケ。ボケじゃない。最近なんか新しいもん買ったりしてます？久しぶりだねその話。そうですよ。だから久しぶりだからやるんです。なんかやったっていうのないの？ないね。やった。 ないすね新しい趣味になったとかないのないっすね。え、何やってんの ?2 人はいつも。モンハンやってねえじゃないかよ、お前。お前やってるよ。お前。ヤングも入ってきたなと思うんだよ。見てるんだったら誘えよ。お前。だ部屋これから作って。わかりました。今日からもう部屋作ってやりますよ。ああ、ヤングだと思ったら。ヤングだと思うから。はいで。入りますわ。わかったよ。 あったよあの買ったわけじゃないんですけどキャンプ用のえっと椅子あるじゃないですかこうやって座るやつあれをなんかまああのグッズで作ったんで僕のグッズっていうか番組のグッズで作ったんでそれもらったんですよ。でああこれ使ってないなと思ってなんか車に積んどいて。 どっか公園とか行った時に出そうかなと思ったんですけどもうまず公園に行かないまず公園に行かないっていうのとで何かこう何の気なしに部屋に持ち込んで開けてみてで組み立ててますよ。これなんかベランダ出してみたらいいんじゃねえかなと思ってベランダ出してあの座ったらすごいよくてあ,のーあーそっか キャンプにはまる人がキャンプ用品を揃えてベランダでなんかやったりする人いるじゃないですかこういうところからはまってくんだろうなと思ってこれを表でもやってみたいなってねいやなんなかった全然森の中だったらもっと綺麗なのになとかそれはめんどくせえし全然なんないですそこで終わるか外に行くかだねっていうのなんかベランダをこう掃除しててずっとなんかこう組み立てた家具の中板 余ってたから邪魔で外に置いてたんですよついこの間ずっと家にいる機会あったじゃないですかコロナででだんだん元気になってきたからこれ片付けようと思ってで縛って粗大ごみの回収お願いしてもちろんコロナ治ってからそれもっ外に持ち出したんですけどで綺麗になったんですよ綺麗になったっていうか物がなくなったんですベランダに。 そしたら、その立てかけてあるところの、壁のところに、あの外電源があることが分かったんです。はいはい。意外と。い,いいね。意外とあるじゃないですか、うん、外電源ってこう、はい、なんかフードがあって、うん、ここからこう、さすみたいなやつ。いいじゃないですか。こんなんあったんだ、知らなかったと思って、うん、それはそうですね、ずっとなんか物を立てかけてあったから、見えなくて。<laughs> 最初に見ろ。<laughs> で、あ、これあるんだったら、外でなんか、できるんだなと思って。できるできる。 そこにねホットプレートとかやってなんか外でなんか焼いたりしたらいいんだろうなと思ったけどやったら怒られるだろうし煙出なきゃ大丈夫よ。っていうところからベランダでなんかできんなと思ってそれでなんかこうそのキャンプ用品の椅子をね持ち出してみたんですよ。したらすごい意外といいのねなんか横にちっちゃいテーブルだけ買ってそう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 でビール置いてそうなの やると楽しいそそううななののやったわよ楽しかったええやんかもうんかテーブルスにないから椅子をねあ持ってきて椅子を持ってきて丸い椅子があるからそこの上にこう置いてちょうどいい高さだしこれいいじゃないこれいいわよと思って足上に上げれるやつな足は上げらないんですけどオットマみたいなのないんですけどめここはまあこうなってああ もうこの目線だとほら、たあの、空だから。あ,あベランダの屋根じゃなくて。<laughs> そう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 、もうこうなったら屋根ですけど。ああこれぐらいの高さで見る分には、もう空しか見えないから。いいね。いい,い,っっいいじゃん。いいじゃないっつって。それは楽しかったですよ。毎日やってんの。の毎日はやらない。<laughs> めんどくさいし。あと雨ばっか降ってたじゃん。最近。うん、そう。う最近雨ばっか降ってたじゃん。ベランダ出ないよ。ああそうか。うん。 それはね楽しかったですよ、えー、意外とおすすめあのキャンプ用の椅子を外ベランダに出すっていう,いい、ね、う,ーもうテーブルにと椅子になるやつ買って置いてましたよずっと、うん、置いてましたうん植木置くやつになってたけども <laughs> 悲しいよねうんるだねやっぱりもう床を掃除しなきゃやっぱり土ぼこり飛んできちゃうんでもちろんそうなんですよ あれやんないとね一回なんかこうザーって水でねデッキブラシとかで洗わなきゃと思うんですけどデッキブラシがないじゃんまずデッキブラシ買ってきたんだけどあれ外に置いとくと紫外線であっという間ダメだでしょう。一瞬にしてダメになっちゃう紫外線って本当怖いよね毛が全部抜けちゃうのよ壊れたんでしょグッチャージなっちゃうあんなに劣化するんだと思うもんねだからいちいちしまわなきゃダメみたいなそりゃそうね。 そらそうさ <laughs> でもさベランダにで掃除するもんなんだからベランダに置いときたいじゃんだから買わないの <laughs> あれなんかいいのないのかねだからベランダを使っては捨てていくしかないんじゃないですか <laughs> <laughs> あれ絵が長いから捨てる時大変なんですよ、ね、めちゃくちゃ高いわけじゃないんでしょ安安い安いいいい絵が長いの、うん、切らななきゃいけないもんね <laughs>、うんえそう ゴミに出すときに、二十センチか三十センチ以内だったら捨てられるんだけど、燃えないゴミとして、素材ゴミ用にね。絵が長いから。無かったよも。<laughs> 切らなきゃいけない。絵が長いのねこ。こうでなきゃいけない。こうね、アルミだったらもうこうやんなきゃだめ。確かにね、ベランダきれいにしたいなと思って、やっぱりその物が置いてあったところに埃が溜まってて、んなんかこう線になっちゃってて、あれあのー、棚の木とか気をつけた方がいいよ。棚の木。

でただまああとになっちゃってるからそれを水流してデッキブラシでこすりたいなと思うんだけど、うん、そりゃ、ね、でもデッキブラシ買うのもなと思って一瞬でその高圧洗浄機もね考えたのよ。うん、怖いじゃんでね実家にあるの高圧洗浄機。いい家やなそれ水道から引くタイプのやつ知らん。 <laughs> 大仏洗いに行くの違う、うん、大仏わ <laughs> <laughs>、まあ、かんないうちの母親洗いに行ってんのかな <laughs> 実家に置いてあって、うん、母親に「これどうしたの?」って言って「これ高圧洗浄機でしょ使ってんの?うん」使ってないわよ」って言ってて「何これ?」っつったら「うちの弟がいらない」っつって持ってきたらしいよね。で俺もそうなんじゃないかなと思って。<laughs> やっぱりなんか電源か水かどっちかがないところで使おうとして使えなかったから何だ使えないじゃんってなったんじゃないまあもしくはやっぱり一回使ってみたものの使いにくいとか結果なんかそこまで洗浄力ないとか思ったより。 汚れ取れない取れないとか一般家庭用だからってことわかんないですけどすごい威力ありそうなイメージですけどねだってあれはほら威力あるようなさ見せ方をするじゃん CM はねそりゃそうだけどこんなにバヒャーってなってうわ洗いちゃったみたいなやつでしょなんかあれは研磨するやつでこうぐるん回るやつあるやんあるねあれで水出るやつあるじゃんあれはまあだからその うん、こグイーンって回るクリーナーがあるんですけどお風呂洗い用のあ,<ー>あれの,あの絵が長いやつあるんですよあるある,あ,るであれでベランダやったらもうブラシベランダ専用になっちゃうもんねはいはい、はい、でも先を取り替えればいいのかそう安いしあれどこしまえばいいのヤングんち置いといていい <laughs> 一回使ったらヤング使ってヤング使ったら大きいんち使って。 あま、ちょうど3ヶ月ぐらいでも多分ヤン僕が使って「<laughs> じゃヤングこれすごいいいよ」<う>とて「んまにこれ使って」って言って、うん、使って渡して「はい、おぎゃんこれいいよ」って10月3日更新聞のおしゃごはグッズで作ったキャンプ用の椅子をベランダに置きましたそこから高圧洗浄機のおすすめ情報について話しています、えー、10分近くこの話をしましたが途中でこの中に、えー、高圧洗浄機を持ってる人がいたことが判明します。<laughs> 今度スタジオに持ってくるそうですベランダには何年も出ていません沖合屋さんは3か月ぶりに沖合さんの体重を測りますまあ大体予想通りですメールからストレスについて話していますえ小野坂さんの簡易的なストレスチェックをやってみました俺の好きなようにやらせてください新一般常識クイズでは前回の商品エシレマルシェ・オブールのパルミエエシレを入手できたのかどうか判明します次はあれとあれのコラボ のあれが欲しいのでお願いします。